まあ、いやね、タカジンさんがお亡くなりになられて僕は思うわけですけど、やっぱ人の死っていうのは、すごい重いなと思うんですよ。まあ、ネタにするなっていう意見もあると思いますが、まあ、これはネタじゃないんで、まあ、僕が思ったことちょっと、まあ、子供たちにはちょっとね、考えられないちょっと視点からちょっと人の死を考えていこうと思います。まあ、正直言って僕は、高田さんとはね、面識もありませんし、まあ、あの方は芸能人なんで、ありませんけど僕は泣きました。もう今は泣いてませんけどね。やっぱりね、自分の知らない人でも、やっぱ、まあ、高田さんそこまで行っていいんかいっていう、まあ、番組を通じて僕はまあ、高田さんを毎回見ていたので、やっぱ、それなりの思い入れもあるし、もう人っていうのはもう60歳で死んじゃうんだなと思って、いきなり、死んじゃうってことに対してもう涙も出たし、もう今まで生きていた人間が突然この世から姿を消すっていう死っていう現実について、もうすっげえ涙が出たし、もうそういう誰かいなくなっちゃうんだなっていうことを考えると、もう自分とね、接点がない人でもやっぱ涙が出るんだなと思って、まあそれが偽善であって何であっても、もう俺っていう人間はこういうことに涙もろいのかなっていうのを思いましたね。人の死に対してやっぱ思うことは誰かが死ぬっていうことはすげえ重てえことなんだなと思うよね。今までいた人間がいなくなるんだからね。俺そういう死に対してすげえよく考えるんだけど、だから簡単に人に死ねっていうことは絶対に言っちゃいけないと思うんだよね。俺も人には死ねって言わないしね。もう人に死ねっていうのはやっぱ中学生のたわごとかなって思うよね。大人になって人に死ねなんていうことは絶対一言たりとも言っちゃダメだからね。そう。今日体調が悪いからね、いろいろと。本当に。そう簡単に人に死ねって言っちゃダメなのかなと思うよね。そう。まあ、例えばね、もう自分の友達と、今会ってないから、結構、小学校の時の同級生とかも全然会ってないんだけど、そのね、昔の仲間たち、まあ友達なんだけど今も、が会ってない間に死んだら、もう、どうして俺はあの時会わなかったんだろうっていうことにすっごい後悔が残ると思うんだよね。そう。あの時あいつ会っておけば、まだ会話するチャンスがあったんだろうに、みたいな。っていう、この後悔の念が残るし、そう。やっぱね、みんないつ死ぬか友達が死ぬかわかんないから、その時の、もう悲しみに備えて、生きてる間に会うべきだと思うよ、友達とは。本当に遊んだりしてね。本当。そう。だからね。だから、もう、人の死？死に対しては、もっと、もう日々、もうこの人もいつ死ぬかわからないっていうふうに考えて、人に接してね、優しくして、あげないとダメだと思うよね。よくね。絶交とかあるけど、絶交とか死ぬ。もう、そうになっちゃったとしても、死んだら、もう絶交どころじゃなくて、もう二度と会えねえから、そういう絶交した友達ともしっかりね、ほんと、仲直りして、仲良くした方がいいんじゃないのかと俺は思うんだよね。そう、まあ、高谷さんが死んだのは本当にね、ご冥福をお祈りしますっていうのじゃ済まされないと思うね。ご冥福したところで戻ってくるわけでもないし、そう、本当に悲しいですわ。今泣いてないのは、正直言って、もう、午前中、高瀬さん亡くなって、ちょっと、泣いてしまったんで、まあ、泣いてないんですけど、まあ、そんな感じですわ、まあ、死か。もう死は突然訪れるからね、本当に死っていうのは、突然訪れる、本当に。自分がね、ふと気にせずに死に関して何も考えずに生きてると、周りの親族とか死んじゃうわけだよ。ね、ふとした時に。で、死んでしまう。で、死んでしまった後、あの人にはもうちょっと会っておいた方が良かったのかなっていう心残りが残るんだって。もうその心の残りを残さないために、自分のね、大切な人が生きてる間に俺は会っておいた方がいいと思う、本当に。もうない、悲しんだところでもうその人は戻ってこないから、その悲しむ前に仲良くしっかり会っておいたり、コミュニケーションを取ったり、親しくして、思い出を作っておく必要があるんじゃないのかと思う。まあ、
まあ、この動画を見てね、まあ、俺は何て言われてもいいよ。俺は本当、この動画を見て、クズ、クソ野郎、カスキモいしねえって言われても、俺はこれが俺の真に対する考え方だし、俺のアイデンティティだから、もう否定されてもいいんじゃないのかな。